はい、こんにちは。マチネルマハルです。今日はですね、長崎県の平戸市の田平町にあるこの田平昆虫自然園やってきましたね、うん。こちらですね、なんと本当に実際の自然に行って、うん、カブトムシを見ることができるということでやってきました。はい、じゃあ早速行ってきましょう。わ、うん、かる。そういった感じで生態系がいい感じのカモシ。なるほどね。見てて。おお。面白くない？沈むのね。うん。すごい。こんなところに階段があったの。はい。ここに数えてみよう。お。あ、上にいる。今度こっち見るよ。ここ何日かな。ここも樹液の匂いがするね。あ、本当に、カブト発見。まあ、そしたら今日一番ついてる木がどこですね。一番ついてる。ああ、すごい。すごい。うわあ、オスもいる。この平戸には平田クワガタ、ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、コクワガタいますけど、この昆虫園にはミヤマクワガタがいないんですね。あれ、ミヤマっていうのが奥深い山、高い山のことなんですね。標高低いんでいないんですよ。これあれじゃない？半分オスの半分メスのやつ。はっ、あ、珍しいやついるじゃん、うん、実はですね、ここら辺で取れた、うん、これ気づかない方がいるんですけど、紹介してます、はい、こっちがオスカチミス。何これ、本当だ本当だ、何この蝶々。初めて知った。あのクワガタは顎がそういった形になったんだけど、まあ、こう周遊動態でいてね、突然変異でこういったのが、ね、出てくるよ。ディディウスモルフ、初めて見たねこれ、うん、これもそのカルセム神父の、コレクションですね。ここに緑色の模様の蝶々いるの分かる？カルナルティモアイア、下から見てごらん、何色になる？え？あれ？青に変わった。そう。ということで、いろんな角度から見た方が楽しいよ。ほんとだー。え、これ、緑から、ほんとだー。変色。光の屈折によって、色が、角度によってですね、変わるようです。あ、ここも好き。まあ、そういったことで、あと、園内をご覧になってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。マジな子がすごい。超輝いてる。いいね、これはだからこっちか、赤いのとか、赤、金色もいるよ、初めて見た。すごい黄金だね。わあ、黄金にカブトの身に黄金じゃ。初めて見たバクレイコキカブト。どれ？これ。これもここの位置全部バクレイ。え、ブルーいんじゃん。あ、ブルーだ。え、これヘラクレス、ヘラクレスブルーだ。ブルーだね、完全に。うん、あ、コレイヤスいた、コレイヤスオオツナハナウグリ、これすごいね。ツナカナブ、南米のゾウムシ、モモモブタ、これモモと反応。わあ、本当だ、初めて見た。うわあ、本当にモモが、あ、こんなちっちゃいんだね。こっちめちゃくちゃでかいよ、足が。本当だ、バッタだって。これ、これバッタだってバッタなんだ。ハナカマ、目玉カレアカマキリ、目玉カレア、これ、あ、ほんとだ、初めて本物見た。結構大きいね。ハナカマキリとか、これ、ケンナンカマキリ、あ、ケンナンカマキリ類って書いてある。はい、ということで今回は田平昆虫自然園でした、うん、どうでしたか？すっごい楽しかった。そうだね、うん、初めてかな。そうだね、完全に自然にいるカブトムシを見るのは初めてかも、うん、今までね、パラダのあのドーム、うんうん、は入ったことあったけど、今回のここはね、うん、完全に自然にいるカブトムシだからね。初めてだった、うん。
ところどころ蚊に刺されちゃった。あ、そっかそっか、うん、まあ、そういう子が自然ですよ。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。